はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルピッチです。今回はスーパーファミコンの RPG ゲーム夢幻のごとくの続きをプレイしていきたいと思います。で、山賊を仲間にしようとして熊野の村まで山賊を探しに行ったんですが、どうやらですね、先に奈良の町でムニサイを倒さないといけないという情報があったので、まずはムニサイを倒しにこの奈良の町に戻ってきました。ムニサイ戦を戦っていきます。では野牛道場にいるムニサイの元に戻ってきました。ここに至るまでにですね、レベルが一つだけ上がってます。信長と乱丸ですね。乱丸の方が体力が上になったな。では満を持してムニサイ戦始めていきましょう。これでムニサイを倒すと石州祭が戻ってきてイベントが先に進むようです。さあでは行きましょう。特にね、必殺技的なものが何もないので、まあ普通に攻撃するしかないですね。信長が死ぬと厄介なので、信長には薬草を基本的に作っていきます。乱丸の方がなんか使えるようになってるな。前は乱丸ほとんど役に立たなかったんですが、乱丸のレベルが上がって信長よりも強くなっている。これだったらムニサイ倒せるかもしれない。やっぱ信長が食らうな。信長は回復して安全に重視していきましょう。その、でも回復薬もあんまり残ってないな。お、倒しましたね。ムニサイを倒した。もう55も経験値持ってるんだ。参った。もし、なかなかのものじゃろう。お、石州祭が戻ってきましたね。貫禄が半端ない。おや、どなたじゃ。石州祭にこれまでのことを話しました。まずはこちらへ、武芸の話でもしながら一杯やりましょうぞ。野牛石州祭。彼の孫は、かの野牛十兵衛である。信長は無二歳院へ石州祭たちと飲み明かした。うん、いいですね。いや、愉快じゃ。どうかこの日を忘れぬため、これを受け取ってください。何かの役に立ちましょう。おー、銅丸の一生を手に入れましたね。ところで、熊野の山賊をご存知か。この情報が欲しかったんです。石州祭は、村に潜む山賊が、民に危害を加えるので放っておけんと話した。よし、わかった。山賊どものことはこのわしに任せておけ。おお、これでようやく山賊イベントが先に進めそうですね。では、熊野の町に戻ってきました。改めて探索しておきたいと思います。さっきはね、全くイベントが進まず、石州祭の話を聞かなければいけないというのを見落としてしまっていたので、今回はイベントが先に進んでくれるはずです。山賊どもめ、あいつらは美濃から逃げてきよったらしい。美濃でおとなしくしておればいいのじゃ。美濃から来た山賊、コルクは確か秀吉が美濃攻めをした時に秀吉の家来になったのじゃな。もしや山賊どもは孤独の元配下では。世界へ受け出るにはまず草を世界に放ち、外国を探らねばならぬ。うん、山賊なら草として申し分ないわ。何としても山賊を草として使わねば。これ孤独がキーワードになりそうだな。では、もうちょっと探索を進めていきまーす。砦は一つばかりじゃねえぞ。わしらに歯向かっても無駄じゃ。ここは変わらないですね。美濃の者か、合図を言うのじゃ。どの合図を言いますか？いや、わからない。
ミノのカッパ、ヘのカッパ、伊勢のカッパ、ヘのカッパにしよう。貴様、仲間じゃねえだ。うせやかれ。こいつらもともと孤独の配下だったようじゃ。頑張る。秀吉の元から孤独を連れてまいれ。わしは柳生道場で待つ。はっ。ということは柳生道場に一回戻るんですね。奈良の町に戻ってきました。早速柳生道場に行ってみます。石州祭。三重殿、ムニ祭殿は旅に出られました。信長は訳を話して待つことにした。乱丸が孤独を連れてくるはずですよね。殿、乱丸殿から訳を聞きました。これを秀吉殿から殿へと言づかってまいりました。おう。では、熊野へ参りましょう。どういうこと？仲間になったの？そうですね、乱丸と孤独がいますね。孤独強え。体力68もある。これは孤独をうまく使うことによってなんとか、なりそうだな。では、熊野に戻ってきました。山賊たちの、砦に、行ってみましょう。おい、てめえ、わしの声を忘れたのか。孤独を連れてきて正解でしたね。あ、開いた。入ります。なんだ、てめえは。今更何しに来やがった。裏切って秀吉に使いやがって、捕らえに来たのか。わしらは好き勝手に生きるんじゃ。やってやろうじゃねえか。ん？ボス戦になるわ。音楽も違う、今までと。千本の長録が現れた。強そう。必殺技をいくつか覚えてますので、打っていきまーす。極め投げ。ドカーンと151。すげえ。長録はなで切り。17。11。19。あー、これだったら。攻撃に徹することができる。信長は普通に攻撃します。二刀流なんでね、二回攻撃できますね。乱丸もまずは剛剣を一回使ってみよう。剛剣もね、ちょっと覚えた技で86。すげえ。これはこうなると極め投げ剛剣剛剣剛剣だな。うわー、極め投げが失敗したと。なで切り、わー、なで切りか、毎回使ってくるな。ってなると乱丸は回復に専念しましょう。で、信長は合計43。43だったらどうだろうな。普通に攻撃しても大して変わらないな。孤独はもう極め投げ決めてくれ。144。すげえ。あ、長録も使ってきやがったな、合計を。乱丸はやっぱり回復に専念だな。次、信長が剛剣食らったら死ぬからだ。孤独は極め投げ。頼むぞ。孤独の極め投げが打てなくなってる。なで切り使ってくるんだよな。となると、このターンは回復に専念しよう。まず孤独に、いや、先に回復だな。乱丸を回復して、で、信長が、気力ガンを使って、孤独の気力を回復させる。で、孤独は、清めが出る。もう、孤独に頼った戦いですね。信長は普通に攻撃します。回復しても、ったかな。で、乱丸は、念のため、孤独を回復しておきましょう。渾身の一撃とか比べるとかなりきついですよ。うほ。ここで信長に合計が決まっちゃうのか。きついな。すげえ、普通に強いぞ。薬草がもう最後の一個だ。5、6に45使いってやばいな、こいつ。ほんと強いぞ。これは侮れないぞ。ほんとに強い。失敗したのか、しかもここで。
いや、もう回復する手段がないので、全力攻撃でなんとか、なんとか、なんとか言ってくれ。押し込んでくれ。50のダメージとか。やばすぎるだろう。ちょっとレベル上げして再戦します。はい。では、レベル上げはここまでにして、回復して、千本の長禄に再戦を挑みに行きたいと思います。ステータス的にはこんな感じになりましたね。信長が武勇8、この武勇がレベルに相当する部分だと思います。それなりに充実してます。功禄は10まで上がりました。まん丸は信長と同じです。では、回復して、千本の長禄、戦いに行きましょう。では、長禄のもとにやってきました。これで再戦ですね。ちなみに、再戦しに来たなっていう感じではなくて、信長が死んでしまうと、もうそこでゲームオーバーでしたね。なので、この雰囲気は、初めましてな感じでやっていきます。さあ、ボス、長禄。で、極め投げを全員覚えさせてきたので、まず初手、全員極め投げ。極め投げでダメージを取る。信長も極め投げ、食らい上がれ。で、撫で斬りを使ってくる。うん、確実に食らうダメージの数は減ってる。これだったら戦える。あ、気力は回復しないのか。なんてことだ。そういうこと。となると、功禄は普通に攻撃。うわ、撫で斬りか。今回はダメージめっちゃ食らってんな。何なんだ、この差は。とりあえず、乱丸は、気力眼を功禄に使って、ひたすら、極め投げを打ってもらおう。いや、これは油断したな。気力が回復できてなかったのか。気力も回復できたものだと、ちょっと勝手に思い込んでましたね。ただ、今までの、そう、さっきの信長とは違う。うわ、しまった。信長に使ってしまった。この辺のミスがね、響いてくる可能性ありますからね。ちょっとここから慎重にやりましょう。合計37、食らうな。ただ一撃が耐えられた。さっきはね、この合計耐えられずに死にましたからね。渾身の一撃、いいぞ。で、薬草で信長を回復。合計南丸に37。極め投げを食らえ。77か。なんかちょっとダメージが減ってるな。与えられるダメージが。まん丸が回復して合計信長に16。よし、これ結構ダメージにばらつきがありますよね。極め投げもね、150ぐらいいく時もあれば、その半分っていう時もありましたので、この辺りは、まあ、どういう要素があるのかっていうのはしっかり見極めていきたいですね。信長に42とか。そして薬草がなくなっている。これも最後の薬草だ。コロクは普通に攻撃当てて、乱丸は気力眼をコロクに使う。これ結構シビアだな、気力の管理が。もう、お、倒した。アイテム残ってないのでやばいと思ったんですが、倒しましたね。333、経験値。バカ者めが歯向かえると思うなよ。わしは信長じゃ。貴様ら民をいじめて面白いか。
わしのために草になれ。五六は信長に代わり草が世界を受け入れるための忍びだと説明。桑名の砦にいる棟梁に聞いてみねえと。うだうだ逃がすな。わしがその砦もぶっ潰してやるわ。ことは今度はその桑名の砦に行くんだな。いや、これほんとレベルの管理が結構しんどいですね。というわけで、1時間半ぐらい実はプレイをしてるんですが、動画は短いかもしれないんですが、切りがいいので一旦ここまでにさせていただいてですね、次回じゃあその桑名の砦に向かって、もう一人の山賊の棟梁に話をつけに行きたいと思います。